皆さんおはようございます経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にして一語一句読み飛ばすことなくお読みください どこか一箇所でも承諾できないという方がありましたらあなたはこの動画の続きを見ることはできませんすべての文言を承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができますそれでは行ってみましょう LINE に登録してくださいねそして動画の感想を送ってください <laughs> またメンバーシップにね登録した方は必ず私の LINE まで 連絡くださいそうしないとね秘密の動画を送ることもできませんし、えー、毎晩のね YouTube ライブ楽しいですよ毎晩ね YouTube ライブやってますからねそれの招待をすることもできませんはいステッカーを販売しております LINE でお問い合わせください令和2年9月30日水曜日 サコイン新聞 FX 中野研究会今日の、ね、千葉県松戸市は、えー、秋晴れでねすごく太陽の光がさんさんと輝いてですねうちはあの東側と南側と西側が、ね、全部空いてるんですよね北側があの隣の家が建ってるんですけども、えー、とひえ東はあ,のあれですね 道路ですね道路と向こう側があの植木ですね。で、南側が神社、西側も神社なんでね、ものすごいこう朝から晩まで1階も2階もね、日がさしてるんですよね。で、屋根には太陽光パネルも載ってるんでね、もう本当にもう。 三々としてですね、電気代はもう一年中ただですね、売電もしてるんでね、電気代、ガスはないんでね、オール電化なんでね、電気ガスはないんで、一年、まあ、売電してるんで、一年中電気代払ったことないですね、ガスは払ってないですからね、もちろんね。で、一、あの、今日はね、すごい暖かいです。で、空気はね、すごい冷たいですね、ヒヤッとしてて、パッと目が覚める感じでね、いい感じの秋が今日も訪れてるって感じですね。 <laughs> で先ほど YouTube 見たら、アメリカの大統領選挙ですね、トランプ大統領とバイデンさんが、えー、テレビ演説会やってましたね。日本語解説付きで、同時解説付き、同時、えー、翻訳付きでねやってましたね。まああのいつもの,あのつばぜり合いでねあの、つまんねえなと思いましたね。<laughs> 見てても 大したことないなと思いました。で、ドル円の、うん、そうですね。相場見ててもだんだん落ちてきてるんで、あやっぱりいつもと一緒がって感じでですね。期待感はない感じですね。で、これから1ヶ月ぐらいでですね。あのまあ、投票があって、その後2ヶ月ぐらいで開票作業があると。まあ今回郵便開票ですから。 まあ2、二三ヶ月かかるんじゃないかと。で、その後、まあ、開票結果でね、あの、バイデンが勝ったとしたらトランプは、え告、ー、訴するって言ってね、あの開票結果、もう一度やり直せって告訴するから、それでまた半年くらいかかるから、まあ、むちゃくちゃになってくるんじゃないかなと、思います。ま、あ基本的にはバイデンさんの方が僕はいいと思ってますけどね、普通の人な、普通のね、真面目な人なんでね。まあ、トランプはむっちゃくちゃなんで、 まあ中国もやりにくいでしょうし、まあ、日本もやりにくいですよねロシアもやりにくいしまあアメリカ以外のすべての国はもうやりにくいんでね、本当にねあの世界平和はもう本当に遠のく感じですねやばいですね、戦争になりそうですねトラ,ンプさんトランプがまた4年、3年、4年。 えー、アメリカ大統領やるとね、もう今度こそ戦争が起きると思いますよ、中国と泣いたのでね。だから、勘弁してくれって感じはあります。で、今日のですねお題なんですけども、まあ、ニュース見つけました、断れず。 えー、連帯保証人に、えー、肩代わりした借金は請求できるかどうか、債務者が容認したらどうかっていうね、まあのー、連帯保証人を要求されることってすごいありますよね。例えば、賃貸マンションとか賃貸アパートを借りるときはいまだに連帯保証人要求されますもんね。だから親とかね、あの兄弟とか、まあ、友達とか先輩とかっていうのはなかなかね、 連帯保証人言うことできないので、親とか兄弟とかですよね、あとは、えー、新入,入社ですよね、中途採用の時でも連帯保証人要求されますよね、まあ別に特にね、えー、金改正とか <coughs> っていうのは今までないですけれども、まあ、連帯保証人立てないといけないですよね。 まあ、あとはお金借りるときは特に、連帯保証人は今はいたないですよね。家買うときも、まあ、この、買う家を担保にして <laughs>、買う家をね、担保にして、お金、住宅ローン組みますから、あの、連帯保証人は今、いらないですよね、不動産ね。はい、いらないですね。だから、不動産投資の連帯保証人はいらないと思うんですよね。ただ、あの、就職するときとかね、 賃貸を借りるときですね、連帯保証人がまだまだ必要だということでね、とんでもない社会だなと思います。で読んでいきたいと思います。借金の連帯保証人になったことをきっかけに、これまでの生活が破綻するケースは珍しくありません。世間では連帯保証人には絶対になるなとよく言われていますが、親しい人間からの頼みを断れずつい引き受けてしまう人もいるようです。まあ まあ友達とかね、知り合いの依頼を断れない人って100人に1人とか200人に1人いますからね、まあそういう人をターゲットに詐欺師とかね、営業会社というのは片っ端から電話かけてるわけですよね。で 100, 人から100本から200本電話すれば、必ず1人はあの強引な営業、 強引な詐欺話に断れない人がいるんですよ。で、それは分かってるんですよね。で、それで、えー、次から次へと、まあ、ね、高額な100万円以上する布団、100万する布団なんかねえから、本当はあんのかなないから、あと壺を売ったりね、えー、宗教に勧誘したりですね、まあ、あの、 オレオレ詐欺をしたりですね、まあ、あの電話を打ったり、まあ、大変なあの事態になっているんですけども、これはまあ今後も変わらないですねで。もし本人や家族が他人の連帯保証人になった場合、どのように対処すべきなんでしょうか、また連帯保証人になるようしつこく迫られた場合、警察などに相談した方がいいのでしょうか、保証人制度の悩みなどについて。 え弁護士に聞きました。あ、牧、ま、野、あ、弁護士ね。まあ、この人知ってますよ、僕はあのあ。一旦、一回対談しましたね、昔ね。えー、個人情報保護法で、僕本書いたんだ、あの時ね。それで対談したんだねで。民法改正で保証人保護が強化されてると。まあ、民法を改正されましたね今、今年、去年か。そもそも保証人制度とはどのようなものでしょうか。 マキノさん保証人制度とは、主債務者、お金を借りた人が借金を返済できないとき、保証人が代わりに返済する制度ですと。日本社会に存在する保証はほぼすべて連帯保証ですが、その場合、主債務者が返済するかどうかを問わず、お金を借りていない連帯保証人に対して支配を求めたり、財産を支えたりすることができますと。 <laughs> だから保証人とさ連帯保証人って違うんだよね。保証人として犯行をついたらえまずお金を借りた主債務者がお金 <coughs> が払えないとで財産も全部処分してないと言った時に初めて保証人の方にえお金払えてくるんだけど連帯保証人というのは保証人にお金があるにもかかわらず連帯保証人に先にね お金払ってくれっていうことができるとんでもない法律ですからねむちゃくちゃですよね連帯保証人は責任が重いので自己破産や自殺などに陥ってしまう弊害を防止するためあ今年4月ですね民法改正で連帯保証人を含む保証人への保護が強化されましたあこれ覚えといた方がいいですね主な改正点としては第一に保証人となるにはホーム、まあ、保証人って連帯保証人のことね えー、法務大臣が任命する交渉人による保護意思の確認手続きが原則必要となり <coughs> 事業・債務の保障など一定の場合を除き、えー、事前に交渉、公正証書が作成されていなければ原則無効となりますああ、よかったですね。えー、業者不動産業者とかね、金融業者が勝手にあの契約書を作ってきてね、ここに反抗性って,っていうのはダメだめだということですよね。交渉役場に行って 公正証書が作成されなくちゃいけないってことなのでまあ普通やらないですよね、あのー、不動産会社とか、えー、金融業者まああれですよねブラック金融、まあ、チキンですよねっていうのはもうい違法ですからね違法不動産屋とか違法金融屋っていうのは厚,厚生役場行けないですからこういう人たち捕まっちゃうからね第2に家賃や住宅ローンなどに返済額が のように返済額が決まっているもの以外の借金の場合は契約の際必ず限度額民法上極度額を決めなければならずもし決めていない場合保証の取り決めは無効となります最高ですねこれねうん最高です連帯保証人として借金を肩代わりした場合肩代わりした分を借り主 主債務者に請求するることでできるんでしょうかもし、主債務者が請求に応じなかった場合はどうなんですか牧野さん、連帯保証人が借金を主債務者に代わって支払った場合、肩代わりした部分を主債務者に請求することができます。これを求、えー、証権と言います。債務者が請求に応じなかった場合は裁判で請求することができますが、主債務者側が自己破産している場合が多いので、実際には回収ができない場合が多いでしょう、ね まあ結局、連帯保証人になるにしても、ですね公証役場に行って、公正証書を作らなくちゃいけないということです。こういう手間があるので、まあその時にですね公正証書、公正役場で、ですね公証人、公証人というのは元裁判官とかなんですよね、裁判官の OB ですよ、大体ね、法務省の裁判官の裁判官とか裁判長の OB がやってるので、 非常に厳格の人です。で、交渉人役場で僕もね、あの <coughs> 今まで会社2つ作ってますけど、会社作るためにはまず交渉人交渉役場に行ってですね、あの交渉人に、えー、定款勝手にね自分が作るんですけど定款でね定款を見てもらって交渉公正証書作ってもらわないといけないんですよ。で、これ自分で作るんだけど定款ていうのはまあ。 行政書士とかに作ってもらってもいいんだけど自分で作った方がいいです。で、その時に、えー、厚生役場に行ってですね、交渉人とお話しするんですよね、いろいろね。で、そ,ういうそれは非常に厳格でですね、あの、キリッとしたね、雰囲気があるところなんですよ。だからそういうところに、あの、チンピラ、チンピラヤクザみたいな、あの、マーチキンのやつとかね、チンピラ不動,、まあ、不動産業界って言ったらもう、 ブラックですからね、もう客をだまして、えー、とんでもない不動産を売る、<laughs> とんでもない違法不動産を売るっていうね、まあ普通の住宅なんかもそうですよね、もう廃材で作ったような住宅をね、まあ見た目綺麗に取り作るってさ、売ってるところいっぱいありますよね。松戸なんかも、まあ、どず黒い どす黒い木材でね、家建てて、うわ、これ廃材じゃないかと。で壁なんかも汚いベニヤでね、ぶラ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 作って、外国人に作らせて。ただ、<laughs> あの、外見だけはね、あの、シーリングとかね、綺麗にして、えー、売るんだけどもね、ライトつけて綺麗な街並みにして売るんだけど、まあ、とんでもない不動産屋いっぱいありますから、未だにね。 はい。気をつけなくちゃいけないですね。だから、不動産屋とか、まあ、厚生、厚生役場なんか行けないで、まあ、もちろん、これ、行政書士とか司法書士に頼んでやると思うんだけど、まあ、とんでもない、不,、まあ、不動産業と、まあ、不動産投資は気をつけた方がいいでしょほとんどがもうインチキだから、うん、不動産業界は本当に気をつけてほいいですね。大体、はめ込まれて終わりですからね。あとは、金融業は本当に気をつけてほいいですね。 まあ人の信頼なんて何でも持ってないですからね。うーん。一度引き受けた連帯不信任をやめることはできるでしょうか。例えば、主債務者が夜逃げなどで行方不明になった場合、牧、ま、野、あ、さん、連帯保証人の側から保証契約を一方的に解除することができるかどうかは、保証契約の内容によって異なります。賃貸や住宅ローンなどのように、えー、債務額や返済期間が 返済期,期限が定まった債務について保証した場合は代わりの保証人を立てるなどで債権者の承諾得ないと保証,保証契約を一方的に解除することはできませんと、まあ、基本は無理ってことですね、犯行一回ついたらねまあだから犯行もですねまあつかない方がいいですねで、犯行は、えー、どっかなくしちゃった方がいいですね、本当にね。 で <coughs>、犯行をなくしちゃってないっていうとね、あのじゃあ、正しく、えー、印鑑登録しなくちゃいけないとか言って、まあ、数日かかるじゃないですか、まあ、数日ってまあ,あ、ね、1時間ぐらいで作れるけど、あのちょっとね、手間がかかるときに、そこで考えられますからね、1回ね、いや、本当にこれ、連帯保証していいのかどうかってね、考えられますから、犯行は、あの、 どっか、あの、家の中でね、天井裏とか床下とかどっかなくしちゃった方がいいですよ。それか一回一回ね、あの、ゴミ、ゴミで捨ててしまって、あの、印鑑登録はないと、いうようにしないと、まあ、銀行員なんかもあるかもしれないけど、あの、大変なことになりますよ。人生終わりますからね、連帯保証してくれ、してくれって言って、絶対迷惑はかけないからっつってね、 連帯保証したらやっぱりその人の事業がうまくいかなくてとか住宅ローン途中で入れなくなってであの夜逃げしちゃうとかねあのそういう人ばっかりだから夜逃げだったらまだいいけど自殺しちゃうとかねであの生命保険入ってないで自殺するからだからもしさあの連帯保証頼まれたらじゃあ,あの生命保険入れさせてくれと。 で、お前の、あのー、死亡保険あ、入れと。で、お前が払えと。で、受け取りには俺にするからと。大体そういうケースが多いですね。あの、連帯保証人になってくれっていう場合には、あ、いいよ、なるよと。その、いくら欲しいんだ、いくら保証するんだって、1億円の連帯保証人になってくれと。わかった。その代わり、じゃあお前ね。<laughs> 死亡保険入ると2億円の死亡保険入ると、そして、えー、受け取りあの保険金の受け取り人は俺だと、そしてあの保険金支払いはお前が毎月支払えと、それだったらいいよって、大体連帯保証人ってドローンして、ドローンして行方不明になったら、まあ、死亡ということになりますからね、あの死亡保険金おりますから、2億ね、そのうちの1億払って、1億は自分がね、まるまるもらえるから、 あとは、まあ、自殺する人多いですからね、まあ、そ,れそういう風にあの言う人多いですよ、はい大体、まあ、マグロ漁船に乗せられちゃってね、暴力団かの何かに、ね、連れて行かれて、まあ、マグロ漁船に乗せられたり、あとは人身売買であの体中の内臓という内臓全部、ね、売,買売却されちゃってね、それであの海に捨てられちゃうとか、多い、まあ、あの本当にね。 この世界、本当怖いからね、皆さん、知らないと思いますけど、えー、主債務者が夜逃げなどで行方不明になった場合でも、お金を貸した側からは、まさに保証契約が必要になってくる場面ですので、保証人から一方的に解除することはできません。一方、主債務,主債務者の現在負担する債務だけでなく、えー、将来発生する債務についても、包括的に保償している場合は、一定の条件の下で一方的に解除。 解除することができるまあ、さっきの話はね、これね、将来発生する債務は金額がわからないので、まあ、これについては、連帯保証を解除することができるって、でしたもんね。まあ,あとはねあの、自己破産なんだよね。自己破産して自殺しないで生きてるやつがいるんですよ、通ずしくねで。ちなみに自己破産すると借金を上下しにできるんでしょうか、それとも一部払わなければいけないケースもあるんでしょうかと。 牧野、えー、さん、自己破産とは現在の資産や収入ではすべての借金の返済を続けることが不可能な場合に自分から裁判所に申し出て不動産など最低限の生活に必要なものを除く財産で返済する代わりに、えー、残った債務の返済義務を法的に免除してもらう手続きですと、まあ、ほとんど全部取られちゃいますね土地建物、えー、車全部取られちゃいますねただし手続き前にギャンブル パチンコや競馬なや投資、株や FX など、趣味に関する浪費、旅行や高級品購入などでお金を使った場合は、面積不況化自由に該当し、原則として面積されません。つまり、借金は長期死にはなりませんと。まあ、ギャンブルの場合ね、だから FX も自己破産できないね。<laughs> やっぱりね、これね。 FX 株や FX 自己破産できませんので気をつけてください。まあ、YouTuber で、えーまあ、大量に、ねね、借金してクレジットカードとか借金して500万、1000万、3000万とか借金してしまってね FX で全部投かして 自己破産して、まあ、自己破産できる場合もあるんだけどね、FX でやっちゃってね。できない場合もありますから、そういう場合は、民事手続きに移動してね、一月2万円ずつ30年間払うとか、そんな感じでやってますね。えー、変、まあ、それでこれね、あのー、本人が自己破産、まあ、本人が自己破産してもしなくても、連帯保証人に、 えー、来るから、連帯保証人が自己破産することになるんだよね。で連帯保証人が自己破産することになると、今度また本人の方に請求行くから、そしたら本人も自己破産することになる、まあ、あのひどいもんですよ、これね。まあ、大体その、例えばあの、旦那がね、会社を辞めて、まあ、リストラスされてね、であの家でゴロゴロしてて、なんかたこ焼き屋でも始めようかって始めますよね。 でお金が必要だからっつってあの、えー、国のねあの国の保証であの金融高校から、まあ、500万借りたりしますよねそれでたこ焼き始めるんだけど、まあ、なかなかうまくいかないとで500万使っちゃってねで金融高校からまたお金貸してくれって金融高校に行くんだけどいやもうちょっと無理だよってことでじゃあしょうがないから。 アイフルとかね、マ、まあ、チキンとかからお金借りて、その時にはやっぱり連帯保証に求められるんですよ。で、その時は多分公正証書を作って、奥さんがねあの、奥さんが連帯保証になると思うんですけど、それでまあ、500万借りてね、うん、都度1000万でやっていくんだけど、またお金なくなっちゃうんだよね、美味しいたこ焼き作んないとね。それで、あの、結局、まあ、たこ焼き屋でもですね、あの、せどりでも、 転売でも、ね、あの輸出でももねねあの輸出結局うまくいかなくなってお金がなくなって在庫いっぱいになってね、えーまあ、そこでやばいって気づくんですよねでその時に、まあ、旦那だけ自己破産すればいいかっつうと違くて旦那が自己破産しても奥さんもね あの奥さんが連帯保証になって本人と同じになっちゃってるわけですよね。だから、あの、分身の術を使ったような感じになっちゃうんですね。ナルト,ナルトのようにね。だから、あの、旦那だけじゃなくて奥さんもね、二人いっぺんに自己破産しないといけないというケース、非常に多いです。ただ、自己破産するとね、あの、すごい気持ちいいですよ。はい。借金の取り立ての電話がピタッとやみますからね。そして、あの、 翌月から返済も止まりますから、はいで、稼いだら稼いだ分だけ残りますからね、もう変な業者、変な闇金とかね、アイフルとかね、まあ、クレジットカード会社とかも変なあの高金利な、えー、ところからお金借りた場合には、もう早め早めに自己破産しちゃった方がいいですよ。で10年経つとまた普通の人に戻るんで。 まあ7年っていう人もいますけど、一応ブラックリストの記録はあの最高10年残るんでね。で、10年ってすごい長いんですけど、終わってみるとあっという間ですから。終わってみるとね。だからまあ、50歳で自己破産すれば60歳ではまたクレジットカード作れるしね。はい。あの、住宅、まあ、住宅ローンは50からは組めるかわかんないですけどだ、例えば30歳で自己破産すれば40になればまた普通の人に戻りますから、 クレジットカードも作れるし、住宅ローンも組めるし、自動車のローンも組めるしね、普通の人に戻りますから、自己破産するなら早め早めにした方がいいですね、それで自己破産中のブラックリストに載っていると、やっぱり警備員の職に就けなかったり、金融機関に入れなかったりね、あ,の、まあ、あとはちょっとしたあの企業には入れないですね。あの 入社の時に本人チェックしますからね。で、ブラックリスト載ってるってなると、ま、借金、ま、ブラックリスト載ってるってなると、やっぱりちょっと無理ですね。で、ちょっと金があるところは、犯罪歴も調べますね。で、牧野さん、確かに自己破産しても戸籍には記載されませんし、選挙権や年金の受給にも影響しません。ただし、自己破産すると、官報に名前、住所などが掲載されるか、官報なんか読んでないからね。 漢方なんか読んでないから全然大丈夫。誰も知らない信用情報機関に自己情報が登録されて、自北破産からしばらくの間、一般的には7年から、まあ、10年ですね、住宅ローンの借り入れが難しくなり、また、ローンの残っている不動産や車は自己破産手続きをしようとすると、担保権を実行されて、手罰なさせたければならなくなりますあのね、あの、住宅ローンはですね、あのー、非常に厳しい。 ですから自己破産しなくても例えばクレジットカードで、ねえー、と支払いが遅れてしまったとクレジットカード30日遅れると、えー、ブラックリストに乗りますからね、30日遅れるとね、まあ。一般的には60日とも言われてますけどそれクレジットカードとかはあとはあの au とかドコモの,、ね、あの支払い、えー、クレジットカード経由じゃなくてね、銀行口座 引き落としで30日以上、えー、クレジットカ、あのードの携帯電話の電話,電話料金を滞納すると、ブラックリスト乗っちゃうんですよね。そうすると住宅ローンはきちんと払ってても、えーしんえー、この信用情報にブラックどっかの、ね、クレジットカードの支払いが遅れたり、電話料金を遅れたりすると、あの他の業者でも載っちゃうので、住宅ローンの期間の いよいよがね認められなくなってしまって、えー、一括返済を求められますからね銀行からね、はい、あの残高一括返済2000万あるんだったら2000万一括返済してくださいとあなたの信用が、あのー、非常に損なわれましたということでねあの一括返済求められちゃって僕の友達でもね何人かいますねあのマンションを引き払って、えー アパート住んでるとか、奥さんの実家に住んでるとかね、あの、結構いますよ。で、どうしたのって聞いたら、あのー、まあ、飲み屋でクレジットカード使っててね、で、あのー、引き落とせなかったと。で、引き落とせなくて、で、連絡、まあ、はがききますよね。引き落とさなかったので、入金してくださいともう一回引き落としますからって、それをあ、なんか忘れてたみたいなんですよね。 で、二回手紙来るんですよね。手紙とかハガキが来て。で、二回無視、無視するか忘れちゃうとですね、まあ旅行行ってたとか出張行ってたとかね、えー、他の郵便物と紛れ込んでて忘れてたと。そうするともう、ダメなんですよね。で、まあ、車のローンもそうだし、住宅ローンもそうですけど、え二、ー、回手紙が来たり、あと電話も来ますからね。 あのお忘れじゃないですかって入金しといてください <coughs>。3日後に引き落としますからとか言ってそれ忘れちゃうとねあのーまあ、せっかく住宅ローン組んでね、えー、夢の住まいですね、あのー、人生最大の買い物夢の住まいがね、あのー、銀行に一括で取られちゃいますからね。 で、あの、まあだから、競売にかけられちゃうわけですよね。だから、競売にかけられる前に、あの自分で売るしかないんですけど、なかなか売れないですよ、今コロナの、コロナの状況だからね。<laughs> さらに、自己破産の手続き中、通常に3ヶ月にはつけない職業用あ、これですね。 えー、面積が確定した後は可能と、具体的には、弁護士、司法書士、公認会議士など、いわゆる資業のほか警備員、生命保険の、あ、生命保険も厳しいね。宅検、えー、銀行の取締役あ,あの、だから自己破産中もつけないですよね、やっぱりね。つけないですね。また、債務に保証人、連帯保証人含むがついている場合、前述したように、 債権、えー、者、金融機関は保証人に対して返済を求めることになります債権者は借り主の返済不能に備えて保証人を確保しているため保証人に請求しなければなりません、えー、なお自己破産しても税金や公的年金国民健康険料など国や自治体に納める債務の多くは免除されませんまた必ず免責許可をもらえるわけではなく先されていないようにギャンブルや投資浪費でお金を使っている いた場合は原則ととして免除されませんと、まあ、税金とか社会保険料っていうのはあの自己破産しても消えませんから、えー、だから会社経営してる人でね従業員の、うん、例えば源泉徴収税を、えー、ねあの使っちゃってる場合会社運営に使っちゃってる会社多いよね。で厳選 源泉税っていうのは翌月の10日までに払わなくちゃいけないけど、えー、届け出しておけば半月に1回でいいんだよね。だから半年後までに稼いでおけばいいやって使っちゃう社長多いんだよね。で、払えなくなっちゃって、それで裁判になってねあの、自己破産する社長多いですよね。で、連帯保証人を引き受けた人が連帯保証人として借金を肩代わりじゃうため、自己破産した場合、その借金はどうなんでしょうかと。 えー、牧野さん、自己破産手続きにより免責されれば先ほど説明した自己破産の事例と同様に借金を返す必要はなくなりますと、はい、もし本人,が家族が、ね、本人や家族が連帯保証人になったものを解,解除したい場合どう対応処すればいいのでしょうかまた他人が連帯保証人になるよう脅したりしつこく迫ってきた場合は何,何らかの法的責任を問うことはできますか。 まずは保証人になる前にその人の借金を実際に背負うつもりで慎重に検討する姿勢が重要です。今回の民法改正で、交渉人による保証意思の確認要件が原則入ったため、交渉人役場に行くことで事態の重要性を認識できるようになり、保証人になろうとする人が保護されるようにはなっていますが、本人の慎重さが最も大切ですと。 まあ松戸にもね、松戸駅の西側にですね、えー、松戸交渉人役場っていうのがあってですね、非常に厳格なところですね。はいまあ、裁判所みたいなところ、裁判所みたいな、もっとちっちゃいですけどね、雑居ビルに入ってますけど、元裁判官とか、裁判、まあ、裁判長ですね、元裁判長が OB としてやってますからね、で職員の人もいて、厳格なところですね。 もし本人や家族が連帯保証になった場合、一般的には難しいですが、まずは保証契約を一方的に解除することができる可能性を探ってください。それが不可能な場合、代わりの保証人を立てるなど、債権者の承諾を得てえ、保証契約を合意解約することができるかどうかを検討する必要があります。そのため、弁護士など専門家に相談するのが良いでしょう。保証人になるのを断ったにもかかわらず、 えー、脅したりしつこく迫ってきた場合は、えー、義務のない行為をさせる強要罪に該当する可能性がありますので必ず警察に相談してくださいということで、まあ、何でも警察に相談なねこれねうんしつこい人多いよねあの <laughs> い,ろんないろんなことでしつこい人多いですけど特、まあ、にあのマルチレベルネットワークつってネットワークビジネスにの勧誘はしつこいですねやっぱりね。 あのネットワークビジネスっていうのはも、まあ、儲かんないようにできてますよね。はいあのはいまあ、ネズミ工ですからね、はい。儲かるビジネスっていうのはなかなかないですよね。儲かるなら自分でやってるはずですから。ね儲かるなら自分でやってるはずですよでやらない。やらないで、儲かるから入らないっつって。 いや、儲かるんだったら自分で隠してやってるはずでしょって。なんで僕入れてくれるのって。ね。そんな儲かるんだったら。そして、高級車に乗ってね、高級時計はめてね、ブランドスーツ着てね。なんでそんなお金、儲かってお金持ってんのに <coughs>、わざわざそんな身なりして外出てんのって。僕なんて FX やって、まあねあ、お金いっぱいあるのに、お金いっぱいあるから外なんか出ないですから、めんどくさいから。 で服装なんてむちゃくちゃ貧乏ですよ。はい。あのー、革靴なんか開かないですよ。足痛くなるから。もう、裸足のサンダルですよ。冬でもね。冬はちょっと寒いから、靴下開くと思いますけど、サンダルですよ。めんどくさいから。革靴なんかほとんど捨てちゃってないですよ。スーツもないですよ。こんな堅苦しいのね。はい。どこに行くにしても、ポロシャツとか T シャツとか、 Y シャツのボロボロのやつとかね、うん、あのな,なんでそんなにあの他人に見せびらかすためにそのスーツ着るのって、スーツは堅苦しくて着ないんですね、本当にお金持ちはね。はい、それってなんか何かおかしいと思った方がいいですよね、あの高級車なんてぶつけたら、ぶつけて、うん、めんどくさいじゃないですか、直すのお金かかるし。 だってぶつかっちゃったりね誰かぶつけてきても「ああいいですよいいですよ」いいすよっつってもうこれボロボロであのね <laughs> 車両価格0円って言われてるからいいですよっつっていつも言ってますよ誰かぶつかってきたりぶつけてきてもね「すいません」つって言われても「あいいですいいです」つって終わりですよ。 だから、ね、そういうねあの、本当のお金持ちっていうのは、あの見た目すげえ貧乏人ですね。だって、お金持ってる人が、俺はお金持ちなんだっていうね、あの見なりしてたら、狙われちゃうじゃないですか。だからあの、そういうのを詐欺師で、詐欺師だからね見た、見た目に金持ちそうなことしてるやつはね。そして我々の ネットワークビジネスに入れないから」なんつって「えなんで儲かってるんだったら自分だけでやればいいじゃんなんで僕誘ってくるの?」ってさ、いや儲かるから君を億万長者にさせてあげたいんだよ」とか「はぁ?」みたいな感じで普通,普通の考えだったら「はぁ」でしょ。 だから、あの、こういう連帯保証なんかっていうのも、も儲かるから儲かるからっ,って、これを不動産、うん、投資やらないと、不動産投資やると儲かるよって、これ連帯保証人に、ね、ハンコをつけば儲かるから儲かるからっ,って、ね、そんなのばっかりですから、あの、皆さんもね、気をつけてください。儲かる話は一個もありませんから、世の中にね、あの、努力しないで儲かる話は一個もありませんから、 転がってないですから、転がるはずがないからね。だからそこら辺をよく考えて契約するなら、犯行をつくなら犯行をついてください。儲かる話は一個もないですからね。犯行をつくときっていうのは人生ほとんどないってことを覚えておいてください。犯行をつかなければ、えー、のらりくらりね、そんなの知らない、この人会ったときないって裁判所で言えばあの、証拠不十分ですからね。 あのはい、刑事罰もないですからね、証拠がなければあの無罪ですから、疑いしきは罰せずですからね、だからあの犯行っていうのは本当に重要です。自分をね、刑務所に入れることも,こともできれば、えー、一生ね、貧乏人にさせることもできてしまうっていうのが日本の犯行ですから、また母音ですからね、絶対に犯行はついてはいけませんよ。はい、んでサインを求めらられたら えー、まあ、右手、右手が利き指だったら左手で書くことね。半中のって書くんだったら、左手であのサインすること。そうすると、裁判でね、これは俺のサインじゃないって言い切ることできるからね。本当ですよ。本当ですから。はい。ということで、今日は、あのー、連帯保証になってる人たくさんいると思いますし、今、借金がね、たくさんある人もいっぱいいると思いますけれども、<laughs> 今回民法が変わったんだねでも、まあ、民法改正は今年の4月前に連帯保人になってしまったものについては、まあ、全然だめだと思うんですけどまあ今年の4月以降ね連帯保証になったやつにつきましては、えー、民法改正されてますからねあの公正証書を作ってない、えー、連帯保証人の契約については完全無効ですからあの知らん顔していいと思いますよ。それでは 今日はこれの終わりにしたい、させていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。もう11時20分なんでね、えー、お昼ご飯食べたいと思います。失礼いたします。